はい、皆さんこんにちは、コウキです。今日はですね、呪文チャレンジなんですけども、音声を入れていこうかと思います。一文字書いてですね、その字の書き方、ポイントなんかをですね、ちょっと軽く簡単にですね、一つか二つ、説明しながらですね、10文字を書いていこうと思います。よろしくお願いします。はい、でですね、今日は、いろんな科ですね、科という漢字をいろいろ書いていきたいと思います。まずはですね、人弁の科、これですね、吉とも書きますね。よく女性のお名前なんかにも結構よしこさんとかで、使いますよね。そのよしですね。はい、これよしですね。で、ポイントはですね、最初のここの、入りですね、打ち込みを入れてちょっと跳ねるんですけども、思いっきり慣れていただいて、でここですね、少しカーブ入れますね。カーブで、あとはここの土2つなんですけども、ここですね、ここのラインをちょっとできるだけ合わせていただくような感じで、この人弁ともですね、こう舌を合わせる感じで、ここですね、こことこことここ、できるだけですね、同じぐらいの幅で変えていっていただくといいんじゃないかなと思います。では次、価格の価ですね。これも人弁があります。で、この字はですね、人弁の方がですね、結構縦長に見える感じで書いていただくといいと思います。なので、ここのですね、作りのところは結構低い位置から書いていただくといいと思います。下はですね、ここ合わせます。はい、こんな感じですね。こう、人弁がちょっと縦長になるような感じですね。で、ここ、作りのところは低い位置ですね。ここ、スペースが空く感じですね。横長に書いていただいて、こことここが、下が合うような感じで書いていただくといいと思います。次ですね、果物の果というですね、この字はですね、ここが、全部ですね、同じぐらいのスペースになるような感じで最後まとめていただくといいと思います。ここ横長ですね。で、ここからですね、まっすぐ入れて、で次のここの払いですね。払いはですね、ここの真ん中から行くんじゃなくてですね、ちょっと上から行くんですよね。こんな感じですね。で、次の払いは途中で止めて払う感じ。ここにちょっと少し時間を置く感じですね。で、先ほど言いましたけども、ここの間ですね、ここが同じぐらいのスペースに開く感じでいくといいと思います。では次、川というですね、山水の川いきます。これもかなりこう人の苗字なんかでよく使いますね。はい、これはですね、ここの間ですね、ここを、スペースをですね、こことここ、ここ狭く、ここ広くですね、で、ここ思いっきり上に上げる感じ。で、ここをちょっと合わせていただくような感じですかね、こことここ。で、最終ラインですね、ここの山積の下のところと、ここ、作りの下のところ、ここをですね、下を合わせる感じでいっていただくといいと思います。で、次も、かですね、草冠がある蚊ですね。で、草冠はですね、これちょっとちっちゃめに書いていただくといいと思います。あんまり大きすぎずにですね、ちっ
っちゃいい感じで。はい、こんな感じですね。で、これ上と下分けるとですね、これがまあ横長の草冠としたらですね、こう下の加えるという字がもっとちょっと大きい感じになります。大きい感じの上にですね、ちっちゃい草冠が乗ってるような感じですね。で、この加えるという字だけで見ると、ここのですね、口の上下、ここはですね、左の、カタカナのカっていう字と比べるとですね、スペースを空けていただくとですね、すごく、大人っぽく見えるので、これはですね、いろんな書き方、この字が出てきたらですね、こういう風に全部書いていただくと、いいんじゃないかと思います。加えるという字が出てきますので、まず書いてみたいと思います。加えるという字に、左側にですね、侵入が来ますね。お釈迦様の家という字ですね。で、口がですね、どうしてもやっぱりこうちっちゃく、高さをですね、上下を開けていただくと字がですね、まとまりやすいんですね。こんな感じですね。こう加えるという感じだけで見ると、ここが開いてますよね。で、左側に侵入が来る感じ。ここのですね、書き方が結構ポイントじゃないかなと思います。じゃあ次ですね、横辺の下ですね。はい、こんな感じですね。で、これの注意ポイントはですね、ここの横辺のですね、こことここのスペースをですね、同じぐらいに保っていただくことと、ちょっとですね、これ羽が少し足りなかったんですけども、このくらいにしていただいてですね、ここの、横のラインですね、ここを合わせていただくと、字はですね、すっきり収まります。で、ここですね、ここをですね、スペースをかなり開けていただくことが、かっこよく見せるポイントかなと思います。では次いきます。これもですね、横辺なんですけども、右側の作りがですね、加えるというですね、これのバランスをですね、見ていてください。で、ここをちょっと合わせますね。で、次、加えるですね。加えるという。はい。で、これはですね、だんだんこう、右に行くにつれて、すぼまっていくような感じで、書いていただくと非常にいいですね。で、この加えるという漢字だけで見ると、やはりですね、上と下このスペースが空いてますので、ここを開けていただくことがポイントですね。字全体としてはこのですね、下のラインを合わせるのがポイントです。で、上を見ていただくとだんだんこう下がっている感じですね。次の科はですね、科目の科ですね。乃木編になりますので、乃木編はですね、横に向かってこう跳ねていただくといいと思います。で、右上がりですね。で、ここをスペース少し開けて、こんな感じですね。はい、これかなんですけども、これはですね、先ほど最初言いましたけども、ここですね、
乃木編の最初の払いの方向ですね、あんまり下すぎずに横気味に跳ねていただくことがポイントですね。でここは少し離してますと、ここのラインを見ていただくとですね、ここの、左の乃木編の方がですね、下がちょっと余ってますので、ここがですね、ポイントかなと思います。では最後の字になります。これもですね、加えるという字が出てきます。はい、でこちらのポイントなんですけども、まず上と下を分けて見ていただくと、加えるですね、ここのスペースですね、あと下は木なんですけども、ここのですね4つのところ、ここスペースをですね、ほとんどちょっと同じにしていただくと、字のまとまりが出てきます。あとはですね、ここ払いですね、ここをちょっと止めてですね、この辺で止めてシュッと払う感じですね。はい、ではですね、今日は、この10個の漢字、これをですね勉強しました。ぜひですね、真似して練習してみてください。